私自身の存在の最愛の者たち、あなたへの愛は計り知れません。もしあなたが、私が毎日あなたに送る膨大な周波数を受け取ることができたなら、あなたのオーラは色鮮やかに踊り、ハートチャクラは至福のうちに開くでしょう。あなたが愛であり、とても愛されていることを知ることほど素晴らしいことはないからです。すべての魂に生命を与える神のスピリットは、パワーと卓越性において常にそこにあります。スピリットを意識することを学ぶことは、自分自身と自分の存在の真実を見つけるための第一歩なのです。神聖との交わりを理解するためにあなたを導きますので、今すぐ私と一緒に来てください。あなたはこれ以上ない存在です。あなたは生命そのものであり、時を超越した瞬間に形となって現れるのです。誰もが歓迎され、光が全てを覆う最も甘美な場所へ行きましょう。この場所は神の臨在。この力強く優しい場所は、交わることによって見出されます。どのようにして愛と交わることが可能なのか、多くの人が忘れ気づいていない最も身近な存在の場所がここであることを知ることは、あなたをスピリットの家へと心地よく導くでしょう。形のないあなたの存在の場所、私たちは神の愛への道を導く存在のいくつかの側面を探求していきます。神の存在を感じるための最初の、そして最も明白な方法は、このスピリットがあなたの身体のすべての細胞、あなたの魂、あなたのエネルギーフィールド、そしてあなたが知覚するすべてのものの中に宿っていることを知ることです。すべての目覚めた夢の生命力であるスピリットは、非物理的な生命の中にも生きています。このスピリットは常にあなたに語りかけています。あなたは耳を傾けていますか？この瞬間に愛を感じさせる何かを思い浮かべてください。赤ちゃん、ペット、愛する人の思い出、愛すべきものはたくさんあります。しかし、この純粋な喜びの贈り物をもたらした思考で愛の感覚を想像してみてください。今この愛を強く感じ、その愛にとどまってください。目に涙が浮かぶかもしれません。この愛を全身で感じてください。これがあなたなのです。あなたは愛です。この感情の深さは、まさにスピリットとの交信が感じるものであることに気づいてください。一日の始まりと終わりに神と交わることは、なんと素晴らしいことでしょう。これはこのような贈り物であり、あなただけがあなたを覆う愛の毛布として、この壮大なプレゼンスを感じることができます。光の歓迎のプレゼンスはいつもそこにあります。私たちが次に歩む道は許しです。目覚めた夢の中で、あなたは2つの方法でしか見たり経験したりしません。あなたが判断するものと、あなたの中にあるものを見るでしょう。それ以外のことはあなたの意識に入ってきません。これが真実であることを知れば、それぞれの側面が何を教えてくれるのかを尋ねることができるようになります。同じ状況で自分がどう反応するか完全に知らないとき、多くの人が怒りに反応し、他人を裁きます。許しはあらゆる面であなたを解放します。あなたが観察したことに同意する必要はありませんが、報復と恐怖のエネルギーを解放する能力を持っています。すべての人のすべてを許し、すべては理由があって起こっていることを知りましょう。やがて光が惑星を覆うことを信じることを選んでください。今は許しによって自由になりましょう。次は内なる道、誰も知らない影の自分、恥や恐れに光を当てます。私たちは闇と怒りを払拭します。私たちは許します。今の自分を愛することを選択します。私たちはもっとうまくやれることを理解します。
私たちは、私たちが時に暗闇に落ちた理由を知っています。それは決して私たちの本当の姿ではなかったのです。私たちは全てを許します。そして自分自身への愛を感じる瞬間、私たちは自由になります。これは最も困難なことであり、これが最もパワフルな結果をもたらすことを発見します。今、私たちは自分の中に見つけた愛を他の人に与えることができます。スピリットとの交信は難しいことではありません。それは単にあなたがスピリットであり、これまで存在したすべての生命があなたの一部であることに気づくことです。これがワンネスであり、私はあなたをこの愛の中に招待します。エイイケマイエア、私はあなたをとても愛しています。